クラブチームとは、スポーツチームにおける運営形態の一種であり、スポーツ分野において、企業ではなく、地域や出身校を背景とした有志により運営される同好会組織を指す。クラブチームは、会員による個人会費や講演会組織、支援企業などからの広告料収入、地元自治体等からの支援により運営されるのが一般的である。また、 日本ではこの他にもスポーツ振興区時からの配当金による助成もある。地域のコミュニティの中で行われるスポーツ組織には、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブから、主婦や高齢者の余暇活動まで様々なものがあり、地域活性化に貢献する側面を有する。ドイツでは、こうした地域活動の中から、サッカークラブが生まれてきたと言われる。実際、 ヨーロッパでは古くから行政区分や職業、学校、教会などといった共通の交流機会を持った人々が主体となって彼ら自身が文化的なスポーツ活動を行う際の場として結成していた。場合によっては一つの団体が複数のプロアマチームを運営していることも珍しくない。歴史的に著名なプロサッカークラブの中には 地域の総合型スポーツクラブのサッカー部門から派生したものも多く、現在でもチームの運営形態によっては、FC、バルセロナなどのように、サッカー競技以外のスポーツ活動に携わっていることも少なくない。日本では1907年に結成された野球チームである函館太陽クラブが最初のクラブチームとの説がある。その後は企業スポーツの流星に伴い、 クラブチームは衰退した。1993年の J リーグ誕生や1990年代に発生したバブル景気崩壊などによる企業スポーツの縮小傾向が続くと実業団チームの受け皿として地域住民や地域企業全体でチームを支える地域、クラブチームが注目された。2000年の新日本製鉄での実業団の解体と サカイブレイザーズをはじめとする地域クラブチームへの移行はクラブチーム化の手本となった。社会人野球においてはバブル崩壊後の時期にすでに日本野球連盟に所属するクラブチームの数が実業団の数を上回っており平成20年頃には4分の3をクラブチームが占めている。湘南ベルマーレスポーツクラブのように多種目のチームを保有する総合型スポーツクラブを 施行する団体もあるものの、ほとんどのクラブチームは単一の種目のみを扱う。一つの総合型スポーツクラブが、多様な種目やレベルのチームを保有する欧米と異なる点である。クラブチーム、クラブチーム、コトバンク、http コロンスラッシュスラッシュ kotobank.jp スラッシュワードスラッシュ E3%82% AF%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A02013 年4月13日閲覧 AB クラブチームについて日本野球連盟 http://www.java.or.jp コロンススララッッシシュュスラッシュチームスラッシュ CLUBTEAM スラッシュ2013年4月13日閲覧。沢野雅彦、企業スポーツの栄光と挫折ピアニッシモも72、加盟チームの推移在団法人日本野球連盟。ありがとうございます。